キャッスル・マウンテンは、バンフ国立公園内にあるカナディアン・ロッキーの山で、ある。名称は、西洋の城に似ていることから1858年に、ジェームス・ヘクターによって名付けられた。第二次世界大戦の終戦後、アメリカのアイゼンハワー大統領がカナダを訪れたのを、記念して、アイゼンハワー山と改称した。しかし、地元からの強い要請もあり1983年には、 元の名前に戻った。アイゼンハワーの名は南東の峰に残されている。3階は2862メートルのセントヘルナボン、2850メートルのスチュワート・ノブ2970メートルのテレビボン、などを含むいくつかのコーチが存在する。テレビボンはテレビ番組のリポーターが最初に降り立ったことからそう、呼ばれている。 彼らはヘリコプターで頂上に降り立ったりもした。トランスカナダハイウェイから見通せない北東の斜面から頂きまで登ることができる。高速道路から見ると頂きまでの道のりは厳しそうに感じられるが、裏側にあるロックバウンド湖の方を回ると見た目よりは簡単に登ることができる。崖の裂け目から湖の上への道がある。非常に長い道のりで、 往復で12時間を必要とする。セントヘレナミネは、小石が多く厳しい道のりである。南東から望む東山セントヘレナミネは、右側の尾根にある。ありがとうございます。